はい、今日はですね、録音機材の紹介をしつつマイクの比較テストやっていきたいと思います。先日から登場しているこの Zoom の H6 Essential っていう、レコーダー、ハンディレコーダーを使ってるんですけど、まあ、一番の特徴はこの 32bit フロートっていうね、録音形式なんですよ。で、今まではこっちの H5 っていうこいつを使ってました。で、ここにダイヤルがあるように、録音のボリュームを手動で調整するよっていう機能です。例えば1に設定すると音は小さく録音されるけども大きい音まで録取れますよと。で、大きくしていくと小さい音が大きく取れる反面、大きい音が入った時に音割れしちゃうよ、まあ、そういう録音機材ですね。で、あと大きい特徴はこのマイクカプセルが取れて、これね、マイクカプセルが取れてマイクカプセルを交換することができるよっていうマイクレコーダーでした。で、これを H6 っていうね、この IC レコーダーに変えて、こいつも当然ここにマイク取り付けることができるんですけども、まあ、特に必要がないので今つけてません。で、見てわかるようにボリュームっていう設定がないですよね。なので、要は小さい音から大きい音まで何の設定もなく取れるよっていうのが 32bit フロートです。だからすごく簡単で高音質が取れるんですよね。で、こいつを使って、今まで試していたマイクの比較をしてみようかなというところです。最後の方にまでずっと登場してたね、これシュアーの Q8H っていうマイクです。非常に耐音圧が高くて、車の音やマフラーの音ね、バイクとか撮るのには適しているんじゃないかなっていうので Q8H 買いました。で、その他にはオーディオテクニカのプロ35っていうねシリーズ、こういうマイクだったりとか、あとこれ、ベリンガーの CB100 っていうマイク、これね、ちょクリップがないのでね大変で、ボリューム合わせるのが非常にシビアで難しかったのでちょっと使ってなかったんですけど、 H6 と組み合わせどうかなっていうところで、これが JTS っていうところの CX508、 非常に安いんですけど、比較的音質はいい、まあ、そんな感じで使ってました。はい。で、あとはコミカっていうところのピンマイク、声取ったりしてたんですけど、あんまり好みじゃなかったので最近使ってません。で、これがクラシックプロの、CM15 っていう声を取るマイク、ふなふなヘッドセットマイクです。最後の方までねずっと使ってたのはこのシュアーの Q8H っていう、耐音圧が150、140、まあ結構高い、160か、高い耐音圧、大きい音入れてもマイク拾えますよっていうマイク、これと H6 組み合わせ良かったんで使ってたんですけど、このね JTS っていうのが安い割に案外使える、どんな感じで比較できるかなっていうところで、ちょっとやってみたいと思います。それでは行ってみましょう、どうぞ。はい、ということで、実際にねマイクの比較をやっていきたいと思います。比較するマイクが、ベリンガーちゃうな、シュアーベリンガー JTS ですね。シュアーベリンガー JTS、 シュアーの Q8H と、ベリンガーの何やったっけな、型番忘れた、ベリンガーと JTS508 かな、 CX508、 はい、これのテストです。オーディオテクニカはねちょっとケーブルの長さが足りないんで、何と一緒にできへんのやろ、 JTS と一緒にできひんのか、はい、そんな感じですけど、オーディオテクニカはちょっと細かったんよな。今の感じとかどうです？ちょっと3つ比べてみましょうか。
好みやな、好みでしょ。手話は多分ね、多分ですよ、これ編集の段階で意見変わってるかもしれんけど、今までのこう比較をしてきた中でいくと、手話は比較的バランスは取れてるなと思って最後に選定してるんですよ。まあ最後に勝ったからっていうのも、そういうなんていうん、フィルター効果もかかってはいると思いますけど、手話はなんとなくバランスは取れてる気はする。で、JTS は普通普通ちたらようわからんのやろけど、まあかもなく不可もなくみたいなとこやけど、ちょっとこもってるなという印象があった。でベリンガーは好みは好みやったんですよ。いいなと思ってたけど、いかんせんそのセッティングが難しくて、どうやったら音割れへんのかなとか、どれが一番最適に取れるんかなっていうボリュームの調整がちょっとシビアすぎて、よう使わんかったんですよ。でこの H6 エッセンシャルを使うことで、前田32ビットフロートで使うとどうなるんかな、まあ32ビットだけじゃなく、その録音機材を変えた時に相性がどうなるんかなっていうのもあってね、個人的にはベリンガーの音は嫌いじゃなかった。それが割れてるのかなっていうのも思いながら、割れてる風なところを好きなんかなとかも思いながらやったんやけど、こいつはもう割れることはないはずなんで、それでちょっとね、比較したいなというところです。はい、いつもの山坂道入ってきます。ちなみに今日声撮ってる声のマイクは、クラシックプロの CM15 かな、はい、これです。
全部いいでしょ全部いいとこあると思うよ。絶対に嫌やっていうマイクは残してない。捨ててるはず。なんか微妙にいいなっていうのと、 H6E を使った時にもしかしたら化けるんじゃねっていうのも思ってる。この、まあ、声を取ってる CM15 か16か、それもクラシックプロももしかしたら化けるんじゃねとかも思ってる。まあ、正直手話の今まで使ってた 98H と H6E は相性はまあ良かったんで、ちょっとここで空ぶかしを取ってみましょうか。印象変わりました。今までみたいにあのちょっとパフっていうような、アフターでちょっと着火するぐらいのパフっていうようなところが各マイクそれぞれ難しかったんですよ。それがエッセンシャル使うとどうなるんかなっていう、まあそんなところですかね。はい、いつもの山坂道をぐんぐん登っていきます。
テクニカも入れてみたいんやけどな。今持ってるのが4つ持ってるんで、オーディオテクニカも同時比較してみたかったんやけど、ケーブル足らず。一番こうクリアに、なんかこう艶のあるというか、あのキラキラした音になってるのがオーディオテクニカなんよね。花のあるというか、ちょっとこう上の開けたようなファッっていうような音はオーディオテクニカやったん。ただちょっと軽かったな。オーディオテクニカは軽い印象、上がこう開けてる分下がちょっと軽いんかなっていう、スマホで聞いたりする分にはあんまりわからんのやろうけど、で今回ちょっと外したんだ。比較できる対象というか、GTS ベリンガーか、ベリンガーと同時ができないんですよ。で、オーディオテクニカよりベリンガーの方が良かった気がしたので、前の時ね、これでもしさ、ベリンガーいいなってなったら、今度オーディオテクニカと同時比較をするためにケーブルは買わなあかんねやけど、まあこの比較の中やったら 98H になるんやろな、なってほしいなとは思う。まあなんせ後ろさ、マイクを3つつけてんのよ。かっこ悪いで、ほんまに。1個つけるだけでもかっこ悪いのに、同じようなところにマイクを3つもつけて、あいつ何してんやろなっていう感じになると思う。しゃあないね、比較なんやもん。どれがいいかを比較するのにやっぱり同時に撮らんとさ、ちょっと位置がさ微妙に違うから、その辺で差はあるとは思うんやけど、まあビビたるもんでしょう多分。その辺の差っていうのはね、同じような音を同じような場所でね撮るっていうのが意味あるんかなと思うので、今回は同時収録としております。じゃあ U ターンします。難しいと思うわ、難しいと思う。でそれを今までさ、選定選ぶのにさらにこうやって同時収録した上でボリュームの調整をミスしてたら、やっぱり比較になりにくかった、難しかったんよ。それがこの 32bit フロートはそこの失敗が絶対にないっていうのが大きい。ポンとセッティングというかつけるだけ、あとはそのマイクの位置のセッティングはあるけど、ボリュームのセッティングっていう結構めんどくさい、
難しいところがないんで、すごくでかい。まあ単純に機材が違うから取れてる音のなんていうの微妙なところも違うんかもしれんけど、まあ俺の耳、しかも YouTube にアップした後っていうのはもうほとんど差はないと思う。多分ね、ないと思うんやけど、ちょっとわからんな。このクラシックプロの声取るマイクっていうのかな、これもいいんやけどな。声しか取らへんから余計な音入らへんのでいいんですけど、ちょっと線が細かったのが気に入らんくて、いろいろ変えてたんですよ。ちょっとな、線が細いというか軽い声になってるでしょ。軽い声も重い声もないっちゅうねんね。草刈りしてくれてるから綺麗な。まあこんな感じで、あのちょっと録音機材をね新しくしちゃって、かつあのいろいろ自分なりに選定していって比較していった上で、うわー道悪い、マイクをね決めてるんで、愛車紹介、しかもちょっと音取ってよみたいなんはありですよ。合わせてくれるならね、こっち来てくれるなら全然します。あんまりね出ていくともういろいろ持っていかなあかんのが大変なんで、まあ、できれば来てください、来てくれたらもうそんな、ちょっとこんな音うち取る難しいんやけど取れますみたいなのはもう取れる、絶対取れるから、取れる自信はある。まあその愛車紹介の内容はちょっと置いといてね、な感じで、まあ、記念になるともう俺消すことないんで、ほぼ、そんな動画を消すことはないんで、ずっと残してますんでね、記念にもなるんかなとは思いますんで、まあ、そんな愛車紹介撮ってほしいなっていう人はまたコメントなり DM なりください。はい、ゆうやのところでマイクの比較、ズーム H6 エッセンシャルの紹介と、マイクの比較をしてみましたと。じゃあちょっと、室内撮りに戻します。はい、ということで戻ってきましたけど、比較テストいかがだったですか。 H6 エッセンシャル非常にいいでしょ。調整ミスによる音割れっていうのはなかったと思います。はい、高音質でねいろいろ音を取りたいっていう人には非常におすすめのレコーダーじゃないかなと思います。で、比較したマイクが、ベリンガー JTS、シュア、この3機を、テストしました。オーディオテクニカのねテストしたかったんですけど、動画で言った通りケーブルがちょっと足りなかったんでテストできませんでした。ベリンガー、音はねなんか割れてる気しますよね。マイクの耐音圧を超えてるのかもしれませんね。ちょっとやっぱり2軍かな、ベリンガー2軍で、シュアの Q8H、 こいつはやっぱり値段なりに耐音圧なりにそつなくまとめてる。で意外だったのがこの JTS ですよね。値段の割に結構この Q8H に迫るいい仕事をしてたんじゃないかななんて思っております。まあ、こんな感じで、車の音を取るにもねいろんな機材があっていろんな取り方があるなということをね、まあ知らん人は知ってもらって、興味がある人はどんどん沼にはまっていってもらえたらななんて思っております。他にもこんなマイク試してほしいなっていう人があったらね、ぜひぜひコメントください。じゃあそんな感じで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。